手がな。はい、カメラ OK です。それでは参りましょう。ナロートニクラス決勝 B 面4分スタートいたします。フライングにご注意ください。スタート10秒前。綺麗なスタートを見せておりますナロースリングビーミン。レースリーダーはスーパーヤマザイの高野選手、それほどは菅谷選手、畑内選手、松山選手と、さあこの年齢層の非常に幅広いスーパーラジコンならではの選手たちが争っております。サイドがサイド、さあ畑内選手です。しかしまだまだ始まったばかり。さあここに菅谷選手が向かいます。さあ高野選手どしっと守っております。トップ、さあ菅谷選手が大きく入れていく。素晴らしいパッシング。さあそして今度は松山選手が高野選手をさあパスしていきました。しかし今度は高野選手がプレッシャーかけていきます。さあそんな中今度は畑内選手が追い上げてきている。原選手もどんどんと前を詰めております。そして専務がここにいるよ。7番手にレオ選手、8番手に金ちゃんとなっております。さあ菅谷選手と松山選手がやや抜け出したか。それを追いますヤングドライバー佐久選手、そして畑選手と追います。さあ専務が5番手浮上、6番手に原選手、7番手にレオ選手、8番手金ちゃん。さあ菅谷選手と松山選手の、さあ松山選手の前に、さあ高野選手がやってくる。さあ原選手と松山選手の激しい争い。あレオン選手が今度は5番手か。さあ5番手争いも非常に激しいです。レオン選手、福本専務、原選手の争い。さあ高野選手が今度は2番手。さあ高野選手、重心を打ち上がるのか、それとも痛い系の少年の前に来るのか、松山選手勝負の厳しさを教えるのか。さあ何かやばい、さすがは二種免許選手、3番手に畑内選手、4番手松山選手、5番手福本専務、6番手レオン選手、7番手原選手、8番手金ちゃんのオーダー。あ、金ちゃんボディ取れちゃった。入れてもらおう。入れてあげて。さあ残り1分です。さあ菅谷選手はこれ A 面に上がっていくのか。そして高野選手もこれは A 面行くと。あ、違う、松山さんは上がっちゃったね。さあ、高野選手と畑内選手は 2.5 秒差届くか、残り40秒。さあ、残り30秒です。はい、ワイドツーリングクラス決勝 B 面を行いますので、ご準備ください。ワイドツーリングクラス決勝 B 面、はい、さあ、残り25秒さあ、菅谷選手、そして高野選手、これ勝ち上がっちゃうか。そして松山選手と専務のコスリコの争い。その間に入っているのが2番手の高野選手、ここで残り5秒。ラジオの変更がありましょうか。そして大時が4分経過、ここからゴールになります。レオン選手ゴール、専務ゴール、畑内ゴール、